私が未来を生きる子供たちに料理人として伝えたいこと、それは本物の芸術に触れ心を豊かに育てることの重要性です。今回の作品はフランスを代表する作曲家ガブリエル・フォーレが友人の娘に捧げたといわれる組曲ドリーをイメージし、お子様ランチコースに仕上げました。各皿は子供が食べやすいようカトラリーを極力使用しない工夫を施し、発育期の子供たちにとって必要な栄養素を補完するだけでなく、好ましい順序でお召し上がりいただきます。一品目、あえて温かいスープからコースをスタートさせることで子供の胃腸を活性化させます。二品目、ブリゼ生地とキャラメリゼしたナッツの食感で曲の持つリズムから感じ取れる幼児の持つエネルギーを表現しています。三品目、主材料に栄養価の高い卵を使用し、エゴマ油をマヨネーズに使用することでアルファオレイン酸を補完します。7種の野菜はそれぞれブリュノワーズとピューレにし、食感と風味に変化を持たせます。4品目、キティというのは娘の飼っていた愛犬の名前です。そこから犬も食すことのできるイワシを主材料としました。また曲奏から母に憧れる娘がおままごとをしている風景が目に浮かんだので、お袋の味でもある魚の煮付けをイメージし、イワシを赤ワインで甘露煮に仕立てました。5品目、私の幼少期の思い出から生まれたこの料理は、人から受けた優しさを忘れずに成長してほしい、そんな思いを込めました。6品目、スペイン伝統菓子で多用されるお米と卵に醤油を掛け合わせ、食材の日本的な組み合わせによって日本人として日本で生きることに誇りを持つという意味を込めています。ソルベにはヨーグルトを合わせ、ビフィズス菌を食後に摂取することで腸内環境を整えてコースを締めくくります。この料理を通して2030年問題に直面する子どもたちの豊かな心を育んでいきたいと思います。そして料理を含むさまざまな芸術によって日本の未来が鮮やかに彩られることを心から願います。